皆さんこんにちは、楓です。そして岩本です。そして海ゴルフ1号です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日は上総門の丘カントリークラブに来ております。はい、私たち岩本の2年生になりましたけれども、はいはい、早いものですね、はい、もう2年生です。またさらにワンランクアップな岩本論を教えていただいてるんですけれども、はいはい、今日は、はいはいはい、ちょっとですね、休憩中にですね、うん、岩本コーチにジュニアってどうやって教えてるんですかと、うん、なんかやっぱりこう子供にも分かるように伝えるって本当に難しいと思うんですよ、何でも、はい、これ勉強でも、うん、なんかゴルフって何が大人と違うのかなみたいなところを話してた時に、はい、ちょっとやっぱ力が、はい、子供はない分、じゃあどうやったら力じゃなくて打つようになるか、うん、打てるかみたいなのを、はい、そうですね、教え方は本当に私小学生の子たちとか、うん、園児の子たちが分かるように大人にも教えてます、うん、教え方は一緒です、うん、ただ大人はもう筋力がついていて、うん、力を加えることができる、うん、子供は筋力はまだないので力がないので、そこがちょっと大きく違うので、多分アドバイスが違ってくると、はいはい、そうですね。そんな話を聞いた時に、うん、まあ言って僕も成人の男性なので、はい、まあ、力ある方だとは思うんですけど、はい、最近ですね、新人のウムゴルフ君がいまして、はい、もう本当にアスリートっていうか、はい、僕は羨ましいんですよ。もうヘッドスピードも速いし、うん、でもちょっと力が強すぎてなかなかうまくいかないみたいなところがあるようなので、はい、でもゴルファーってそっちの悩みの方が意外と多いかもしれない。でも打ちっぱなしとかでも見ますね、うん、わ、そのヘッドスピード羨ましいけど多分もう腕力でやってるんだろうなみたいな、でちょっとスライスすごいしてるみたいな、はい、ぜひ見ていただけて。1年生ですね。1年生、はい、1年生ですね、はい、新入社員ではない新入生新入社員ではなくて、でも私の先輩です先輩だけど岩本なんでは後輩なので、後輩なんです、はい、ちょっと見てやってください、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録よろしくね。ではウームゴルフ君が持っているのは7番アイアンですかね。8番のボタン。8番アイアン、一回打ってもらった方がいいですかね。一回、そうですね、はい、一回打ってみましょう、はい、お、お、じゃないですか。速っ。わかります、このヘッドスピード速っ。何のスポーツしてましたか。中学はラグビー部で。ラグビー。高校は陸上。陸上。大学はライフセービングを。ライフセービング。で今も趣味で結構スポーツというか体を動かしてて。今もそうです、ジムに通ったりサーフィンをやったりしてます。無駄な肉がついてない、うん、そうですね、ね、うん、OK です。あー、OK です。ってことはやっぱりこう自分の体を早く動かすっていう意味では、はい、すごく長けてると思うんです、はい、で早くするっていうのとミート率、毎回同じところに落としてくるっていうのは全く違うもので、はい、早く毎回同じところに落ちてくればもうこれはめちゃくちゃいい、はい、で、そうです。同じとこに落としてくるためにはそれを安定させる動作が必要になってくるので、はい、そこをちょっと直していきたいかなと思います、はいはい、今見させていただくとクラブのヘッドが落ちてくるところが毎回バラバラなんですね、はいはい、で今自分のヘッドが、どこに落ちてるかって把握ってできてます。なんとなくここなんとなくボールより右側、右側に落ちてると思ってます。 OK です。じゃあ素振りでいいので、はい、素振りした時に今ここにパーンってして、今ここに落ちましたって刺してみてください。あ、分かりました。うわ、ここですね今はここです今ね、ここ。あ、そんなっすか、うん、ここ。はい、あれ、次もう一回いきますはい、あれ、はい、あ、でもここか今、そう、この辺、はい、でも入ってるのこの辺、はい、この辺から一番深いのがこの辺だと思います。はい、はい、OK です。はい、さあどこだ。え、多分もうここら辺だと思ってます。そう、今ね、この辺、はい、この辺から深いところがここ。はい、はい、え、どっちもあるんだ。どっちもある。どっちかじゃないんですね。ってことはそれを毎回同じところに落としてくるためには、はい、どれぐらい若干スピードを落としてあげると落ちてくるか、はい、例えば今、野球で言うとめっちゃ剛速球をって振ってるのを、はい、めちゃくちゃゆったり
あー、コントロール重視にする感じですね。はい、多分ここら辺ですよ。そこら辺、はい、はい、もう一回、はい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 、触れてきましたね。おー、 OK です。で、今多分、はい、この辺から入ってこの辺触れてるんですね、はい、これ今素晴らしい素振りなんです、はい、そのまんま、そのスピードのまんま、はい、今覚えてます、スピード覚えてます、はい、で、振ってみましょう。オーケー、おー、めっちゃいい球。以上、終了終了。でもスピードとかリズムが勝手に整ったってことですか？整ってる。でただ単にもうこのエネルギーをもう我慢できないっていうぐらい振ってるんですよ。ああ。をちょっとだけ抑えて、あの毎回同じところに来るようにしたらあれだけ。それだけ？以上。スイングのこと何も言ってない。何も言ってない。もうあのスポーツをめちゃくちゃしてる人なので、うん、あの何かどう、こう、ここがこうのじゃなくて、うん、今もスピードだけをコントロールしてもらうだけで毎回同じところに来たわけですよ。すごい。でもコーチ、これは結構、うん、まあでもやっぱスポーツやってて、はい、野球とか、うん、触れるんだけどあっちゃこっちゃ行っちゃうって人は割とこういう練習こういう練習したらいい。あのスポーツすごいやってて、うん、ね、めちゃめちゃ自信ありますよ、うん、っていう人は自信があるからこそ、うん、すごくこう飛ばしたくなるんですよ、うん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 、でもそれがいいことではあるんだけども、うん、毎回それで力が抜けないで、はい、違うところに行ってるんであればちょっとだけセーブしてあげると同じところに落ちてくるので、でこれで続けていくと今度多分曲がったりとか違う悩みが出てきたらまたそれはそれでやればよくて、うん、今なんか何も考えないでめちゃめちゃまっすぐ、そうですね、何も考えてないです、うん、はい、いい球が出てる時は何も触らなくていいです。リズム感と力感を覚えるためにはやっぱどこに落ちてるかを確認すると、うん、確認する。あ、でもやっぱこれなんだろう、みんなすぐねスイングの方に行きたくなるけどまずはやっぱここですね。まあ、正直いけると思っちゃうんですよね。そうでしょ。でしかも早く振ろうと思って振ってないです、うんうん、一番最初からあのいけちゃってるから、そうですね、うん、体でなんか持ってくとあーみたいな、うん、なっちゃうんで、ちょっとなんか我慢できないみたいな感じですよね。制御してる感じはあります。はい。うわー、いいな。全然ちげー全然ちげー全然ちげー。こっち1個だけ聞くと、はいはい、今スピードだけ離したじゃないですか、うん、別になんか脱力してくださいとか、うんうん、力を抜きましょうとかって言ってないじゃないですか、うんうん、これは力を抜くとかっていうよりかはそのスピードをコントロールするっていうことが割と大事なんです。そこに力を抜くとかも含まれてるんです。ウームゴル君が1年生がびっくりするぐらい運動神経がいいんですよ。普通だったら、うん、どこか動きで止まる場所があるはずなんですよ、力が入っていたら。でも振ってるのにどこも止まってないってことは自分のある能力を最大限に発揮できてるのでどこも止まってないです。だからさっきのアドバイスみたいな、体の回転も止まらず止まらずテンポもどこか減速してるところもなく行ってたので、私はこれは力がどっか入ってて止まってるんじゃないなっていう認識のまんま今スピードの話をした。だいたい今みたいにスピードを遅くしましょうっていうと、うん、なんか抜けちゃったりとか抜けちゃったりするんですよ。緩んだりするじゃないですか。体の回転も止まっちゃったりとか、はいはい、でも遅いのにしっかり全部そのフルスイングと同じような形で打てて本当にスピードだけ落とせてたってことです。そうです、そうです、まあ、スピードを落としてたじゃないですね、ここに落ちるスピードになった。だからそうなんですよ、スピード落としてるっていう認識だったら違うところに落ちてくるんですよ。あ、じゃなくてここに落ちてくる、毎回同じところに落ちてくるには今のスピードを緩めないまんま
スピード感を変えてあげるっていう必要があるってことですか。目的がちゃんとあるから、あるからそうなんです。だからリズムも整って、大事ですね、はい、僕も今ちょっと勘違いしちゃってたから、はい、スピードを落としたと思ってたんですけど、はい、そうじゃなくて同じとこに落とせるようにしただけってことです、はい、そうなんです。そうですね。そうだから、そうです、ね、私がじゃあこれをスピードを緩めてくださいってオーダーはしてなくて、同じところに落ちてくるようにしてくださいって言ったら、じゃあそこに落ちるように自分の中で調整をしただけです。なるほど。緩めてはないはずです。緩めてはないです。あ、でもこれ結構大事かもしれない。めちゃ大事です。この動画のそのスピードの部分だけ切り取って、うん、あ、ゆっくりにすればいいんだって思っちゃうと全然ダメです。全然全然ダメです。ま、逆に言うとバラバラのところに落ちてきちゃうので、今のまんぶりでどこにも力が入ってないっていう基本があって、うん、その中でまんぶりでここに落ちてこれない振り方をしてただけなので、うん、落ちてくる振り方はウームゴルフ君しか知らない。そのスピードはウームゴルフ君しか知らない。合わせたところでそれもフルスイングってことですね。そこに落とせるようにした中の、のフルスイングです。うん、そういうことか。だから私ここに落としてくださいって言うと多分違う結果になってたと思う。そうですね、うん、アドバイスがね。すごい。じゃあ見てる皆さんもスピードを緩めるっていうわけでもない。でもない、でもない。ボールが落とせるところ、ヘッドが落ちるところの意識の中のフルスイングを見つけるってことですね。これはもうやっぱすごい運動神経がある人バージョンですね、うん、力が入ってる人バージョンではなくて、僕もこれ今その話を言われて振りすぎだって思いました自分も。なんか同じとこに落とせるスピード感ですかって言われたら、うん、そんなんじゃないような気がします、はい、これは本当今まで通りな感じです。はい、おー、いい球。おー、いい球。おー、OK。いや、全然悪くない。で、今私がここでウームゴルフ君の残像を見ると、この辺からここで触れてるんですね。その入り方が若干上からなんですよ。で、円がこういう円になってるのを、こういう円、ここが最下点。今、方向的に言うとこっち方向から向こうにこうやって円が、はい、あ、こう、うん、かって、はい、これをこの方向をこっち方向にしといて、こっちで円を、そうです、の素振りをちょっと一回してみてください。これはもう結構右にこう行くイメージで大丈夫ですか？行くイメージです。全然いいです。右か。はい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 。最下点が変わってきてる。変わってきましたよね。OK です。はい。これでそこに毎回そうやって素振りができる程度で打っちゃっていいです。で、そう。逆に左に出始めた。はい。ああ。OK。OK。おお、ナイショー。ナイス。すごい。で、まず、今何年目ですか？ゴルフ始めて。でも今年からちゃんと週1で通い始めました。そっか。はい。そうすると、今これぐらいでいいと思います。方向も今そんなにブレてないので、はい、今ぐらいのあたりであれば。ただ私が思うに、最初に見た感じで言うとペースが少しこうやってローテーションして帰ってきちゃうので低いボールが多いと思うんですね、はい、失敗すると、はい、で、それは今のその傾向が外側、こっち側からこうやって振りに行こうとするので今低い球が出て、でそれを今度コントロールしようとするとまっすぐには行くけど、はい、ボールが高く上がらないのは、はい、今のこっちの軌道の原因なので、これで振ってみてください。こっちで。なるほど。これに関して言うと本当に山本コーチが最初やった右側で縄跳びが飛べるように、飛べるように、今までだと多分山本コーチを飛ばしてた。そう、今までだと私がこうやって打って飛ばなきゃいけなかった。うん、こ
こういうイメージ、うん、そうするとこの高いところが来るから私はこう避けながらこうやってしなきゃいけないんだけど、ここのこの私のたちのここで、うん、そう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 いう感じそういう感じ。おお。すげえ出た。今何度も飛びやすかったですもん。飛びやすかった今。ちょっとずっとラウンド中楓ちゃんにここに来てもらって飛んでって言って。しかもそれぐらいのスピードでって言っても そんなに緩むことなく、これイメージしやすいですよね。いやしやすいです。いいリズム感でもうイメージからなんで、そう、うん、そうですね。イメージなんかあんま細かくこうここをこうして畳んでとか言われるよりも、うん、なんか本当に縄跳びで縄跳びとかカエルちゃんが飛ぶからやってっていうのは分かりやすいです。すごいいい球だった。いい球だった。いやこれ私出張するしかないかも。皆さんのところに縄跳び旅に、はい、はい、じゃあそこで飛びますねって言って。確かに。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらだよ。また見てねー。